はい、どうもー、水溜りボンドです。お願いします。ね、毎日動画頑張っていきましょうということでね。頑張っていきましょう。今日はスペシャル企画です。いやいや、声大きいんだよな。留学に行っていた先輩がいて、はい、全部でこれ20種類ある。20プラス日本の1。細っ。そう、せっかく全種あるので、はい、それこそ僕らあんまりやんないパターンなんですけど、うん、まあモンスターにちなんでね、うん、味見しつつ、味見しつつちょっとずつこれに入れて、最高のね、何味になるのか。チョコレートとバニラ、題名で、うん、副題がここにあんだね。ウザレッドウルトラブルー、アイリッシュブレンド、ブレンド、うん、カプチーノ、バニラライト、うん、ミーンビーン、うん、ロカモカ、エメマンのなんちゃらみたいなぐらいある。そうそうそう、題名がさ、だってさ、あのパンチでマッドドッグ、ちょっとだからアメリカ本にもあるけど、まあ日本よりはでかいよね。リハブって何？再利用の建物、戦隊物みたいな。マッスル系ですね。こっちがストローベリー系って、バニラ、バニラとチョコレート、うん、ジュース系2つ、はい、これで全部か。ちょっといくよ、うん、多いでしょ。おお、赤だぞ。アメリカだね。青じゃん。見た、青だ。俺結構好きかも。うん、うわ、コーヒーじゃん。あ、美味しい、美味しい。ミルクコーヒーだね。うわ、濃い、さっきより。でもお風呂上がり飲みたいやつだね、うん、この辺同じだよな。まずい。あ、まずい。これカルピスって言われてて麦茶飲まされたら、うん、なんか違うよね、うん、いや、これ飲んでるやつ絶対体大きい。聞こえる人には聞こえてる。ちょっと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 、いや、もうコーヒーいいよ。コーヒーちげって。コーヒー普通のいちご牛乳じゃん。あんま、あんま濃いな。いや、もうコーヒーじゃん。いや、ほんとだよ。感想言わないじゃん。これが一番やばい。一番やばい。今のは俺忘れない。これはほんとに、マジで危ない。ほんとにやばい。あ、いいじゃん、いいじゃん。このバニラ漏れてんのおかしいでしょ。これはいい、ね、おいしい。うわ、色すげえ。で、まあ、あ、なんかお酒みたい。なんだっけなんだっけ、これ。お茶みてえな。お茶な。いや、これアメリカン。うわ、色すごっ。あ、これやばい。まずいグミをさ、溶かした味だね。でも、うん、これが大丈夫。別に多分めっちゃかっこいいな。うん、知ってらっしゃる。うん、一緒一緒。味、色たくさんあるね。あ、これはまあ美味しいね。いろんな要素を組み込んでる。無理だと思うわ、それ多分。多分、いや、上はコーヒーの匂いだけど、多分下やべえと思う。違くない？スケスポンジ誰ここにスポンジケーキを見たの？固まる。マジで、あのね、大丈夫。いや、まあ美味しいって言っちゃったんだけど、こっちも寿司。いや、できるの？できるわ。こうこう、お前な。いや、なんでだよ。いや、もうやめるじゃん。やば、そんな。味は大丈夫。味は大丈夫。やばい。やばい。そこやばかったわ。日本人が好きそうな順番に並びました。うん。まあ、まあ、B 全員。ちょっと、あの、炭酸がないモンスターっていうのはやっぱ日本人にとってよくわからない。この最強のモンスター作ってみました。はい。はい、以上、今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。なんかさ、火つける人みたいじゃない？